さーい、はいさーい。今回ですね、那覇一文字っていう場所に行こうと思ってるんですよ。はいはいはい。で、今何時ですか？4時です。そう、最終便なんですよ。うわー、これ帰れないやつだー。そう、片道切符しかないので、まあ、一泊します、このテーブルにね。うわー、怖っ。マジで言ってるんすか？俺めっちゃ風呂入りたいんすよ。いや、今回はもう無理ですよ。うわー、入れないです、今日は。ということでね、那覇一文字で一泊して、で、夜の打ち込み、そして朝まずめの、まあ、でっかい魚、何かしらかかればなということでね、行きたいと思います。でね、もうツーバーが先に向かってるんですよ。そこと、あと金城先生って言って、まあ、ガチ勢がいるんですよ、釣りガチ勢が。まあ、先に行ってるんですね。しかもなんかもう、餌準備できてるよ、早く来いみたいなジェスチャー送ってくるんですよ。うん、一刻も早く。ジェスチャーってどんなやったよ、LINE で。なんか、早く来い、早く来ないと魚逃げる、早く来い、急げ急げ急げ。ジェスチャーじゃなくてメッセージだった。おっしゃ、山田。こいつ食っちゃった。どうする？餌はいっぱい釣れるけど。あれ、山もあったんか。あの、いろいろね、ここ来る前にいろいろ買ってきてほしいものを、なんかいろいろね、買ってきたんですよ。ツーバーがなんか持ってきてほしいものをちょっと紹介しますか。はい、見てください。どれだ、まず寝袋、寝袋3発に、やばいだろ。で、こちらにヨガマットね、どこでも寝れるやつで、深さの仕掛け、そして餌とか三品茶とか、なんやかんやまとめすぎだろ、なんやかんやあと、T シャツ長袖か。はい、ツーバーさんなんか、そうそうそう、バンバン長袖持ってきてたんですよ。なんか洋服忘れたらしいから、長袖買ってこいってことで、メイクマンで680円で買ってきたんですよ。あの、ツーバー、テトラポッツさんやと嫌がるじゃないですか。あー、わかりますね。毎日テトラポッツ入ってますからね。モンゴル800の高田さんが、デザインしてくれてる。デザインはしてないけど、やってる、まあ、テトラポットをちょっと用いて、テトラポッツっていう、なんかなんすよ、テトラポットみたいな形のね。そうそうそう。それにちょっと、これが好きなんじゃない、スーパーは。使い捨てあげないといけないだろう。いたずらっこめ。この人やべえぞ、本当に書き上がった。なんか書いてるぞ。なんか、ね、薄いなちょっとな。完璧じゃん。なんでも似てる。似てるよ。こんな感じだな、スーパーポッドで。OK! あ、かわいい、なんかめっちゃかわいい。テトラポット、あ、テトラポットだ、間違えた間違えた。え、バンバンマスク、お前テトラポット買ってきてくれたの？言うなと。歌歌ってくれそうっすね。歌うだろうな、指でくるくるそうだろうなよっしゃー、はい、完璧、わかりません。よっしゃー、 OK、 じゃあ準備しようか。はい、出発でーす。見て、船に犬が乗ってる。本当だ、かわいい、めっちゃかわいい。クー、おいで、おいで。名前なんていう？クー。クー、おいで。海が好きなんだ。しかも、危険を察知してライフジャケットまで。あ、ほんとだ。できたいんです、ね、何歳かな。クーってこれ何歳ですか？やがって5かな。5歳みたいな。かわいい、かわいいな。覚えてます？どれよ。あっちのあの壊れてるところ。あ、覚えてるぜ。あっち前、自分とひっちゃんさんと金城先生なんかとあのカゴ釣りしたこいつなんすよ。うん、あ、壊されてるな。壊されてるんすよ。うわぁ、思い出のポイントが台風で、台風で壊されました。だからもうあっちに二度と行くことは多分できないっす。なるほど、行けてよかったっすね。ああ、久々の釣りだ。到着。こちらですね、今日の海。見て、ちっこい魚から大きい魚まで。めっちゃいるなあ。期待できるな。期待しかできないです。見て、やばくない？めっちゃでかい。うわ、すぎだろ。見えるかな。40センチから60のやつがいっぱいいるなっていう、ポンポン。ありえない差があるんだけど。強すぎだろこれ。
え、これツーバーサンドなの？おツーバーのか？マジでな。89を。え、つ、え、竿先見て。ほら、指ぐらいある。親指、ほら。最強だろ。なにこの竿。重っ。手持ちでバンバンにやらせてみましょう。バンバンこれ手持ちってよ。え、これアーラーミーバイとかあるはずな。秒で上がりそうぜ。なんだこんなごっつのアルバ。えぐ、やばすぎだろ。なんかこれやばいやばいやばい。うわぁ勝った。これ棒でしょ。これ絶対鉄棒できる。七重さんかかった。いったうわぁ体ごと持ってかれる。これ危ない。切れることを知らないだろ、こんなの。すごい。今まで負けたことありませんって感じの差をしてますね。漁師さんがこれだったら絶対切られんよって言ってくれました。あ、くれた。やばまたこれ何なんすかこれ。石の上に置いてるから何なのこれ。ピトンではない。え、ないよ。マイナスドライバーでこうやって。あ、これまた太いな。太いっすね。なんだろこれ。これ P 何号っすか。東洋反転のなんか棒があるんだけど。40かな。40か30だ。これ餌はヒレイカついてるっすね。ヒレイカちょっと巻いてもらっていいですか。おー、なんだ、なぶったなぶったなぶった。あ、カツオですか。あ、カツオがいる、カツオがいる。ほんとだ、なぶったな。餌はこちら。やばい。目ん玉ないし。目ん玉がなんか水ぶくれできてるし、なんか水が入ってる。これ生きてる？死んでるよね。死んでる。あ、今これを餌にしてるんです。何狙い、これは。これかかれば何でも。かかれば何でも。アーラから GT からサメやら。餌はどうですか。今日当たりはあったんすか。本物も一回もない。うん、すごいな。ほら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 、仕掛け、あれどうにか釣ってから、あれ餌にしたら釣れるぜ。カツオ、さっき食べ切り狙ったんすよ。ダメだった。サオ折れます。サオ折れた。サオ折れた。あ、あの食うの。アイゴが2枚かかって、うん、アギオしたらサオがバンって折れた。やばら。ソルティガー。ソルティガー左巻き板バネ。これ板バネ。右です。あ、右か。あ、そかそか、こうか。これかかったら外してスタンディングで磯沢みたいな感じでやり取りしようかなと思って。おー、これ誰の。あ、これ僕のっす。あ、こんなの持ってた。あ、ソルティガー持ってた、はい、持ってた、はい、やば。うわ、いつ買ったのこれ。最近でもらったばこれ。もらったんですよ。買ったっすよ。買った、はい、赤縄がいたんで赤縄狙ったっすけど、これ親ビッチャがついてるんですよ。ちっちゃい親ビッチャ、はいはいはい、出てこないっすね。ツーバーがなんか大物用になってるなんかな、仕掛けかな、はい、取りたいじゃないですか。今まで深瀬釣りでね、こんな作るのって今まではもうこんなってね。あれとかもうガンダムみたいな。そう、たとえ可愛いな。あのさ、俺たちも全部しようぜ。背中見てみ、これ。何？ひもよ。絶対今しも持ってもらえない。あれ、二つ。あ、いった。これ俺だ。やば。釣られた。もう洋服忘れたっていうか。あ、すいません。もうこれでいいか。熱いと思うよこれ。日焼けした。手大丈夫っすか？めっちゃ赤くなってる。そう。マゴロクさんみたいになってるっす。もっと早く来ればよかったな。いい、全然全然大丈夫っす。誰か来てみ。あ、あぶす。誰か来てみ。今来たそうっす。じゃあ合うかなってこうなって、ちょっと、いや、なんか何か出しました。出せ。うわ、魚めっちゃいる。おおおおお、やばいでしょ、やばいだろ。そうなぶってる、そうなぶってる。やばいやばいやばい、見て。まあまあでかいのかな。しかも超なぶらいっぱい。見て、やばいやばいやばい。やばい、なんかいる。リリリ、うわ、やばいやばいやばい。あれあれ、鬼ひらいる。鬼ひら、鬼ひら味がそこにいる。キッド先生、あれ何。ほら、そこに鬼ひら。うるるる、でか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 、でか来たよ、オナガ来たな。うわ、こっちにいるの、でかくね。どれ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 。はっ、あ、でかい。なんでなんで。うー、やば。いや、見て見て、全部魚、全部魚。やば、サムネだ、またまた全部魚っていう、サムネ。これ全部魚っていうサムネ来るだろ、これ。これ来たな。これ見える、これうじゃうじゃ。完璧来ただろう。うじゃうじゃ、全部魚。全部魚しかいないだろう。魚以外何もないっていう。ツバ来てみて。タラポーズ。ダメだろ。正直に言っていいっすか。打てた、新作打てた。あ、打って、うん、もう本命っていいっすか。安いってた、うん、本命っていいっすか。普通に可愛いっす。普通に可愛い。そうなんだ。普通に可愛い。間違えたよ、こっち。
ネズミだった。貫通しちゃった。じゃあ最初このにじみ方からして、俺これチンチンかなって思ってますよ。そんなことないだろ。テトラポッドだと思うけど。新作商品って一応言ってましたね。新作商品です。ラストイチです。全部高かったけど。明日来て。わかりました。俺撮影しようぜ、早く。やります？普通に可愛いな、これ。デザインめっちゃ可愛いですよね。いいと思う。じゃあ、トーも間違えちゃツーっていう。綺麗にバッテンまで入れてくれる。素直なんですよ、ヒッチャンさん。愛情こもってるやつさ。普段から使ってる大島。大島2号と。それと。で、これ予備。これは予備ね。テクニカルスルル。これはあのステップの人からもらった、これ使ってって動画で出せって、はい、終わり。意地悪すぎだろ。そしてこれちゃんと見せれ。これ次だろ、ベース BG4 号座。いつの間に。これでちょっとね、スルルっていうか、なんか大物狙おうかなっていう感じですね。これでこれね、レイル持ってるっすか。終わるよ。バックまで新しくなってるさ。もうさっき買ったのか、さっき買ったのか。これえ、何これ。あら、これ何だっけ、新型のレマーレじゃん。レマーレ18、レマーレこれつけようかなって。これ15枚入れるんですよ、はいはい、普通だったら6号とかまくると思うんだけど、何だったかな。これ15号入れてます。このボディの素材とか、要は機能がちょっと1個抜けて新しく強いのがガツンって入って。何が抜けた、何だったかな。僕は鶴ヶ谷の店員としてダメですねこれ。何かが入って何かが抜けたって言ってた。進化しましたね、道具が。またやらかしました。何だったか、どんどん埋めろと思ってきて、下忘れしまったんですよ。下ないば。近所さんが持ってるパターンとかね。怖かった。もう指入れれば、指、もう指こんなってやってます。やばいな。本来ならね、こっちでかい竿をここに入れてこうやるんですよね、こっちに。残念、こっちにほんと棒があって、それをそれで支えるやつがあって、部品が足りない。上半身だけ持ってる。上半身忘れたって。だからもう残念だろ。ショック。とりあえずじゃあもう仕掛け作りますか。バンバンスペシャル、バンスペ作りましょうね。あ、サブキもある。え、水に釣れんかこれで。あり無理だった。これでしっちゃかめっちゃかなったっすね。やばいっすよ、これ昼間餌取りめちゃくちゃいるときに、うん、負けせいっぱい巻いてそこに入れて、適当にプンってやったらいっぱい引っかかるっす、うん、マジで。それやってこいった、それ餌にしたら釣れないか。やって今落としてるっすね、親びっちゃ。親びっちゃ、はい、あの水みたいなのが細いの、水みたいな引っかかり、引っかかこいつらより先にあの親びっちゃたちが食っちゃうんですよね。あー、なるほどなるほど。俺の浮き入れやればかかりますけど、かわいいってでかいな。タッパーなんすよ、そんだけでかいの。じゃあ今日の浮きこれにしよう。見せて。ひっちゃんさん大きいの狙うって言ったから、もうビッグオンみたいなやつっすね。何ビッグワンでしょ。ビッグなんてオン。なんかそれ使ってちょっとやってみましょうね。こちら普段使ってる大島2号ですね、大島 2.5 号座にで、リールがデスピラに。あれいつもとなんか違くないですか、仕掛け。違うんだな、これが。こちらサビキ、おお、簡単に釣れますよ。サビキここ結ぶじゃん、はいはいはい、で下に重りつけて終わり。早っ、しかもちっぽい重り、シンプル。これね、これで今日何狙うんですか。これでさっきうちゃうちゃいるじゃん、全部魚ってやつ、はい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 、あれを1匹釣って、まあ1匹2匹でもいいんだけど釣って、で、このこちら鬼具の竿にバトンタッチで、大物狙うって感じですね。ダブルアップ調法ってやつですね。わらすべ調査しようと思います。やった、一回巻き餌。うー、見て、いっぱいいる。やっば、え、これ全部魚。気持ち悪い、何これ全部魚。やばいぞ。うーじゃうじゃやる、やばいやばいやばい。これ引っかかったらかかれんね。絶対かかる。当たった、あ、来てた。お、釣れた。早っ。あ、落ちたー、落ちたー、やーば、なにこれ。ナイスナイスアシスト、ナイスは。あい、惜しい。きたー、おお、ヒット。あ、違うのかった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 、ハズレ、ハズレ引いた、ハズレ引きましたね。打って決め、ボーズ動画でー、早すぎる、しかもめっちゃ口いいな、これ触れた。違う、びっくりした。スズメダイです、スズメダイ、スズメダイゲット。ヒッチャン持ち、オッケー。じゃこれ餌になるかな。これちょっときつくないっす。これ作るのやな、このちっちゃいのが欲しいですね。うん、俺ちっちゃいのが欲しい。チュラミ水族館行くより得っていう、普通に。無料だろ、無料。ヒット、ヒット、アイゴ、
あいご、引き詰めなこいつな。ですね。お腹にかかってるし。小さいあいごが釣れた。うわ、毒々しい。これどこどこなんすか。背びれとこっちの方に。ヒリヒリするんだったっけ。これめっちゃビリビリ。ビリビリするね。ヒリヒリ、ビリビリ。じゃあ一回締めようか。はい。あ、これ食べるんすか。うん、餌にする。ああ。締めます。確実に行きましたね。行ったな。上手だよ多分。うわ、やば。やば。すごいすごい飛んでる飛んでる。ほら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 、アップしてる？アップしてます。おー、これ今こうなってるな。これ狙います？狙います？狙おう。餌はこちらですね。アイゴの、さっき釣ったアイゴの切り身。切り身、あ、綺麗。美味しそうじゃん。めっちゃ美味しそう。これをさっきのニュー、鬼豚鬼で、これシンプルにあちらこちらでっかい雪にちょっと大きめの針。あ、あ、裏面があるから。アイゴちゃんの裏面があるから。くそー踏んだり蹴ったりだよ。はい、2回目、2周目この光景さっきも見たなこれでワンセットだから2回で1回なんすか。うん、お、魚。おおおお、飛んでる飛んでる。やば、最強だろ。さあ、行くよ。お願いします。どこでナブラ起きた？ナブラ、結構全部左向けに行ってるんですよ。だから、ちょっと左側に投げといていいんじゃないっす。はい。サウリおったな。バーっていきますよ。多分来たら、ヒッチャンさん多分びっくりすると思う。あ、そんなに取りに行く。なんか外国って鶏肉とか使うみたいなんですよ、うん、なんで沖縄とかやってる人が全然いないじゃないですか。やばいな、やっちゃおっかなみたいな。かければ確定だろこれ。この大きいの体だからこれでタマンとか釣ったことあるんですよね。しかもこれめっちゃいいんですよ、手が臭くならない。量がかかってるな。はい、鶏肉2個で2匹タマン70上げてる。最高でした。いけー、打ち込みやりたいと思います。餌がゲソですね。イカゲソ。イカゲソね。で、重りが45を使ってます。重りが45。じゃあ投げたいと思います。いけースーパーエント。あの赤いのに当てるぞ。これね。お、いいね。餌が落ちたゲソロスト。最悪。もう一回。また巻かんといけん。はい、テイク2。あ、なんかちょうどいい。おお、上手だな、フォームが。おお、いいとこまで行った。相当飛んだな。やばい。さすが野球部。糸が全然ない。何百、どんだけ巻いてる？これ300巻いてるんですよ。150以上ロスたかもしれないですね。なんですか、この距離と深さ、水深があるんですよね。水深がだいたい15メーターあるので170ぐらい使ったかもしれない。あー、これで何かに変わるといいな。でかいの釣りたいですね。うん、タマンだな。タマン欲しいっす。じゃあ、お願いします。